SKE48 がおよそ11年ぶりとなるオリジナル新公演を制作。5月28日その初日を迎えました。プロデュースは90年代の音楽シーンを席巻した小室哲哉さん。公演名は愛を君に愛を僕に。この公演はチーム S のために作られた完全オリジナル公演。若手メンバーが多いチーム S はこれまで試行錯誤を繰り返してきました。3月下旬、新公演に向けて初めてのレッスンが行われました。チーム S です。こうして新公演フリーでしていただけるのもすごい光栄です。まずは今日のフリーでメンバーみんな気合い入れて頑張りますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。振り付けの牧野アンナです。よろしくお願いします。振り付けを担当するのは牧野アンナさん。グループ創成期はメンバーたちを指導。 SKE48 の劇場公演の振り付けも手掛け成功へと導いてきました。アンナ先生の振り付けを真剣に吸収しようとするチーム S のメンバー。しかし、そこだよ、ダメなの。今本当にちゃんとやってるの？やってる風でしょ？だって見てて何この距離で何も感じないの。何もないから言われた通りにやってるだけじゃん。ないじゃん、やってる風だよこれ。で、言っとくよ、ね、あなたたちがそれをやればやるほどどんどん自分がダメになっていくんだよ。プロとしての感性が損なわれていくんだよ。やってる風を積み重ねてきた人はやってる風しかできなくなるんだから。チーム S の強みって何ですか？誰にも負けない、どこのアイドルにも負けない、どこのチームにも負けない。あなたたちそれで勝負してますか？もうさ、死ぬほどいるんだぜアイドルグループなんて。そこが今の SKE つまらなさじゃないんですか？なんとなくこの中で自分はあんまり突飛なこと言わないとかさ、なんか莫大になるようなことは言わないとかさ、感情のぶつかり合いがない、開けない人。破れ殻を心を開け、冒険しなさい、戦いなさい。無難に落ち着く自分と戦う、一歩踏み出す勇気を持つ、失敗する勇気を持つ、やらなきゃ何も始まらない、動き出しなさい自分で。頑張ろう。いいものにしましょう、新婚。納得しちゃいますよね。しかも、あ、当たってる全部と思って、だから言い換え、ね、言い返しじゃないけど、もう言葉が出てこなかったんですよ。だからすごいアンナ先生の話聞いてて、もう何回も泣きましたよ。でも一番に泣いた、しびすぎて。積極性がないですね、良くも悪くも。多分みんな空気読んじゃうタイプの子で、なんか同い年しかいないからこそ大人なんですよね、良くも悪くも。すごい感じました。なんか改めて今の S と向き合って、なんかちょっと悲しくもなりましたね。現実知っちゃって、今日を境にちょっとなんか野心出てきました。とりあえず今は自分たちのために、そして自分たちのファンの人のために頑張ろうって思いました。こう今の自分の普通にやってることもう一個上でやんないと、その圧って出ないんですよ。
でもそのもう一個上に押し上げるって自分の力ではなかなかいかなくて、ブワッて叱られてやってねえよって言われて初めて、ああそうかやんなきゃっていう気持ちになってやっとそこに行けるっていう。だから今はまだ多分私に叱られながら言われてハッとしてやる、言われてハッとしてやるの繰り返しになると思うんですけど、でも少なくともあの中で2人ないし3人それが自分の力でそこに行けてる子がいるっていうことはこれ大きいと思ってます。でなおかつその子たちがちゃんと分かってる、ダメだよやってないっていうことが、だからそこがまあスタートラインかな、はい、その後も続いたレッスンの日々。さあちょっとはさちゃんとやろうみたいな気持ちを持ってるかもしれないけど違うんだって。全然人の気持ちをつかみに行こうと思ってないし全然人を感動させる公演じゃない。もしかしてちょっとちゃんとやってるぐらいの気持ちでいた。私はずっとひどいなと思いながら、えこの子たち何目指してやってるのって思いながら見てたよ。覚悟を持ってこいって腹くくってこいってじゃなかったらできないんだよ。プロの表現者に求められる覚悟。オリジナル公演成功のためメンバーたちは変化を求められていました。はい、カット。いよいよ本番まであと2週間。メンバーはレッスン前に自主的に集まり課題を話し合うようになりました。この日の目標はしっかり歌うこと。楽曲表現のためダンスだけでなくしっかり声を出して歌う目標を持って臨みましたが、その時手を挙げられたのは都築理香さん、青海ひなのさん、北川芳乃さん、わずか3人だけでした。急に仲良し小良しじゃ無理なんだって。どうしたいのさ、チーム演奏をどうなりたいの、どんな公演にしたいの。いつも考えてなきゃダメだよ、考えてここにいなきゃダメだよ、考えて練習しなきゃダメだよ、考えてフリーで迎えなきゃダメだよ。だったらまずは歌え。ぶっ倒れるぐらいやってみ。汗だくになって息上がって苦しくても頑張ってる仲間が少なくとも 2,3 人いるじゃん。それを横目に平気で歌わないなんてそんなもんチームじゃねえよ。もう一回やります。お願いします。この日最後の通し練習。
彼女たちの全力の歌声が響き渡りました。死に物狂いでやんなさい。はい、はい、じゃあ終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。そしてレッスン終了後、ちょっといい、ちょっといい、ちょっといい、今日のさ、なんだっけ、目標なんだった話だ、歌うやん、なんで怒られてるのって話じゃないの。絶対おかしいと思うね。決めたことならさ、話し合って意味ないやん。歌おうよ。なんなら2回目の方ができてたら、最後の方がめっちゃ聞こえたやん、声。それ最後ってめっちゃきついやん。なんであの逆に歌う体力があったのって話やん。だったら最初からできたしさ、意味が分からなくない？だったら話し合う時間もったいなかったし、自分なりにみんな多分やってると思うんですよ。ちょっとじゃあ違う、聞いて、うん、でもそのやでも自分以上にやってる人がいるから、うん、なんか自分はまだまだだなって思って自信持って言えない子たちもいるし、その手を抜いてるわけじゃないから、うん、それをちゃんと分かって言ってほしいです。自分の中のじゃあ最大を出したつもりなら、あそこで自信持って手を挙げれたはずなんだよ。比較するとか以前じゃなくて、そこで比較してるってことはやってないってことなの。結局やったつもりなだけなの、結局ね。それでもあの子よりは確かに自分は声量少ないかもしれない、でも自分の中では 100% 出したって思ったら胸張って手を挙げれたはずだよ。それは正直言い訳にしか私は聞こえない、今の泉の言い方じゃ。私はね、実際に最後みんな声出てたんだから、それできたわけじゃん。それをなんで最初からやらないのっていう話を避難とかはしてくれてる、私とかはしてるわけで、多分一回踊った後とかにもうぜいぜいなって倒れるぐらいやれたかって言われたら、実際にはやれてないなって、うん、私自身もだし、ご全員がそう思うから。でも先生、あんな先生が言ってくださったみたいに、みんなで気持ち一つになるんやったら、もう倒れるぐらいまで、もう胸張って私はやりきったって言えるぐらいまでやらないと一つにはなれないなってすごい思うから、あんまり声がなくて、でももっと歌ったら自分できたかなっていう反省もあって手を挙げられなかったし、今日ひなのとかちかさんとかこなんか言ってくれたことって全部正論だし、まだ28日まで初日はあるから、ちゃんとなんかやっぱり前向きに進んでいきたいなって気持ちがあるから、私もみんなに見つけるように頑張ります。無理をしないで、ちゃんとみんなで、なんかそれこそレッスン終わりとかレッスンの始まる前に早く来て全員でやってもいいのかなってすごく思いました。なんでやらなかったかわかんないけど、今日はなんか自分ちゃんと歌ってないと思ったし、自分でも多分もう人から見てもちゃんとやってないんだなって思うような感じだったと思うので、本当に反省して次からちゃんと、ちゃんとというか自分ができることは全部やります。ごめんなさい。せっかくレースが一番最初にオリジナル今回のやらせてもらってる、やっぱり大事さっていうのを、なんか私が何回も何回も何年ぶりだとかいろいろ説明しても、あ、結局伝わってないのかなって思って切なくなっちゃうから、なんかし、なんか今回さ、6人がさ、散歩時かぶってるわけじゃん。あいつはそこの人だよ、実際ね、実際のポジション。今はアイパーとかに入らせてもらってたけど、私よりやってない人が前にいるのマジ悔しいから、そのポジションじゃあ私にちょうだいよって思った、本当にやってて。私の方が全然できるじゃんって思った、そう思わせないでほしいの、私は。こんだけ待ったのになんで私後ろにいなきゃいけないの、ちゃんと声上げてよって思って、本当に悔しかった。私に悔しい思いさせないの、本当に。私がこんだけ待った意味がなくなるから、本当にみんなお願いだから死に物狂いでやってください。はい、悔しいやん、なんか言われっぱなしじゃ、うん、頑張ろう、はい。
いい意味で理解してやんないと。そこには自分たちの意見をぶつけ合うメンバーたちの新たな姿がありました。結局言いたかったのは歌う、演じする、当たり前のことはやる、はい、オッケー、はい、よし、せーの、うるさ、ファンの人を感動させるっていうのが目標なのに、なんかその目標を言ってられないなっていう、まあそもそものことができてないから、だから怖いけど、でもだからって言って逃げる気はないから行っちゃった今日ちょっと我慢できなくてみんなの気持ちが今本当にゆっくりだけど変わってきてるから、本当に時間かかると思うけど、でもやっぱりそれを教えてくれたのは本当にあの先生だし、なんか今日のレッスンも歌っても歌っても自分の声が嫌いすぎてどんどん自信を失っていくばっかで、自分の思ってる理想に自分が近づけない限りは手を挙げるべきではないかなと思って、笑顔だけ見せてたいから、まあやればできるんで、本番はやります。怖いけど。傷つきぶつかり合いながら必死で前に進もうとするメンバーたち、その姿はアンナ先生の目にどう映っていたのでしょうか。あのチーム S の子たちはあのやりたいっていう思いがちゃんとあるし、言えばちゃんとそれを感じて何か変えようっていう風なところに気持ちを持っていくっていう、でそこが実はすごく一番大事で、絶対最高のものにしますって言えるのはあの子たちが打てば響く子たちだから、もうやる以上は今まで見たことがないチーム S、 見に来た人たち全員がすげーっていうところまで行きます。なんか今までさ仲良し小良しだったよ、うん、やっとなんかさチームになれたよね、うん、確かにチームってさぶつかってやん、ぶつかってそうなんぼじゃん、そう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 、友達ってあんまり喧嘩とかしないじゃん、うん、ちらはやっぱ友達でもあるけどチームでもあるからさ、なんか今回は本当にいい機会になれた、なんかピオスさんの気持ちも聞けたし、うん、それでみんな絶対気が引き締まったやん、思いました、思えたよね、うん、もう控えめに言って神公演、来てくださるファンの方を絶対に感動させて、私たちが SKE の入り口になる。明日からも全力で頑張ります。頑張ります。楽しみにしててください。楽しみにしててね。おう。